よし。みんなどこに入りたいんだろうね。ちゃんと書いたわよ。まさかこんなところまで来て投票とはな。言ったもん勝ちはずるい。公平性を保つためだ。だからって面倒くせえ提案しやがって。早くしろよ、言い出しっぺの純平くんよ。いや、これ確実だよな。分かったから落ち着けって。それじゃあ開票するぞ。まずは1枚目。一宮の希望は1の扉か。ああ、その通り。理由も言った方がいいかね。え、時間がない。サクサク進めよう。次はサンタだな。6の扉が希望と。ああ、書いてある通りだ。四つ葉は1、ヤシロは2、セブンも同じく2の扉を希望してるな。ということは1が2人、2が2人、じゃあで6が1人。え、ちょっと待ってくれる？私は嫌よ。そこの法然祭のご神体みたいな男と同じ扉に入るなんて。ダメだ。そんなことをいちいち許してたらこの投票の意味がなくなっちまうだろう。でも諦めろ、ヤシロ。俺だっててめえみてえなロス教のババアとつるみたくねえんだからよ。ロス教じゃないわよ。ちゃんと服着てるじゃない。ほとんど裸みてえなもんじゃねえか。だったら何なのよ、それの何がいけないっていうの。公衆道徳的にいけないに決まってんだろうが。ババアの干し柿みてえな体なんざ誰も見たくねえんだよ。でもおっぱいでかいよ。うーきー、殺してやる。いかん。消してる。純平君、さあ今のうちに続きを。ああ、分かった。紫、6の扉を希望か。はい、特に理由はないんですけど、なんとなく。あれ、これなんか2-2で分かれちゃったね。ということは全員の希望をまとめると1の扉の希望者は一宮と四つ葉、二の扉の希望者はセブンとヤシロ。 A デッキってそんなに上の方なの？六の扉の希望者はサンタと紫。64個目さんやし、エラタンさんかな、ラーメンって言ったら。ラーメン、エラタンさんじゃねえや、誰だっけ。あ、チリつけたんだってことになる。俺が選ぶべきはあれだろう。さてと、最後は俺だな。俺の希望は書いてないんじゃないこいつ。え、嘘でしょ。え、待って、でもこれさ、あれ、1の扉が一宮と四つ葉で、2の扉が家電にセブンとヤシロ、6の扉がサンタと紫。え、これさ絶対にいけない組み合わせない？え、ちょっと待って。え、だって1の扉に入るには一宮と四つ葉だから1、4、5でしょ。あ、1の扉入れる。え、さっきかかってきてる。で、セブンとヤシロ、セブンとヤシロと自分に。お、え、すげえ、全部入れるようになってる。サンタと紫だから 3、3、5、6、5。 あれ、リュウ
どういうこと？ 6？ え、6の扉入れなくない？え、これどこへ入ろっか。何を言ってますの。どうしようか。シミヤと四つ葉が1、セブンとヤシロが2。6番入れなくない？サンタと紫。シミヤ、四つ葉、セブンとヤシロ。誰かから1人をもらわないと6に入れない。ってことは一宮がこっちに来るのか。で、セブンとヤシロと四つ葉がどれかに入る。1か2。待って。セブンとヤシロと四つ葉。セブンと四つ葉とヤシロだっけ。1。入れる。ってことは強制的に1になるのかこれ。これ分岐にはどうなんだ。分岐的にはえ、で紫さんいるし6いくか。でも6番ってどうしたの。俺の希望は6。行こう。6の扉だ。困りましたね。このままじゃ3チームとも希望の扉に入れないことになります。そもそも2-2で分かれた時点で私と四つ葉は1の扉を選んだ。俺と八代は2の扉だ、うん、だが2人だけではナンバリングドアを開くことはできない。うん、第一数字コンも合ってねえしな。うん、俺たちのチームも同じだ。俺、紫、純平の3人は6の扉に入ることを希望してる。うん、入れない。だが3人の数字根は5だ。扉を開くには1足りねえ。1足りない。ラーメンはお腹減ってないし、深夜だし、放送してるしです。弱ったわね。どうする。どうするか。セブンとヤシロが1の扉に来たらどう。私と一緒に。私はどうすればいいのかな。決まってるでしょ、うん、さっき1足りないって嘆いてたチームがあったじゃない。つまりサンタのチームに入るの。そう。わかったよ。それじゃあ私は6の扉に移ろう。四つ葉が言った通りにすれば誰もあぼれることなくナンバリングドアの先に進むことができるわけだし、反論の余地が見当たらないからね。セブンとヤシロはどうなんだ。俺は別に構わないぜ。私も。それじゃあこれで決まりだな。じゃあ行くから。これ分岐どうなんだ。おい四つ葉、一人で動くない。うわ、めっちゃ分岐ある。え、あ、でもこれをやったらもうクリアっぽいぞ。まだ結構さありそうだけど。私も行くわね。ああ、気をつけたな。では我々も行こうか。タツイチミヤさんじゃん。ここがいいデッキか。この廊下の奥に扉があるはずです。よし行こう。あれか、3人ともいるな。ああ、
やるぞ。あ、やべ。俺さ、そういえば LINE の通知切ってた。前回。あったぞ、すぐそこだ。これで4じゃねえ、6の扉に入れた。ん？止まった。止まりましたね。ああ、いつまで経っても慣れないな、この感覚は。俺は慣れたくなんてないな。こんな馬鹿げたゲーム、慣れる前にとっとと抜け出してしまいたいよ。右に同じだな。さっさと終わらせてバカンスにでも行って忘れるのが一番だろう。ああ、確かにその通りだな。最高。頑丈そうな扉ですね。あ、動くみたいだ。開けるぞ。開くか。おいおい、なんだよこいつは。何これ、とてつもなく広いな。天井もやたら高いし、2フロア分はぶち抜いてそうだよな。それに横幅もすげえ。もしかしたら船の幅いっぱいに使った空間なのかもしれないな。あの巨大なかまぼこみたいな建物は何でしょう。珍百景。かまぼこみたいな建物って何。かまぼこって、いや、まあこの上なく分かりやすいけどさ。階段はあるようだし、とにかく降りてみようか。そうだな、この足場狭くて落ち着かねえし。ですね。近くで見るとかまぼこかどうか分かんねえくらいでかいな。反対側も見に行きましょうか。すごいな。どうやらここは蒸気機関室のようだね。蒸気機関室。蒸気機関室。このマッシュルームを輪切りにしたような形の物体はボイラーだよ。下のところに3つの丸い扉がついてるだろ。そこに石炭をくべて燃焼させ、水を沸騰させる仕組みだ。 SL 蒸気機関車と同じだよ。それの特大版といったところか。ああ、なるほど。まあ今は稼働していないようだがね。それじゃあ手分けして調べ。おい、どうしたんだ、大丈夫か。おい紫、気のいいところで。お前すごい熱じゃないか。またぶり返したのか。そうみたいです。でも大丈夫ですから、心配しないでください。ちょっと休めば良くなると思います。わかった。ほらひとまずここに座ってろ。ありがとうございます。一宮、サンタ。うん。ああ、よし。それじゃあ行動開始だ。待ってろ紫、すぐ助けてやるからな。え、色超広いじゃん。石炭が流れてくる。なんだこれ。スロットが3つ。
けんじゃん。金の油が。溶接された赤ない。超広げ。なんかさ、あれか、ヒントか。砂の詰め込まれた袋。重しとして。おお。銀。銀と金がある。何か意味がある。作動させてどうすんの？なの。これでも調べれてない場所絶対どっかにありそう。なんか入れんの？なんだこれ？どれか動くんじゃないの？なるほど。さらに上に行ける。真上。うわ、広すぎてもうどうしようもねえな。ライン。何か入ってる。
とりあえず霧のいいところをやるか。取れんの？ああ、反対が来たのか。反対側に A と制されている。ん？上に何もないじゃん。ハンドル取れた。え、これどうすんの？つまり？さあ降りんのか。下どうやって降りんのこれ。あれこれ下どうやって降りんの。あ、あった。ここから来たのか。なるほど。とりあえず一旦この辺で終わりましょうか。今日この辺で。セーブしましょう。終わります。ありがとうございました。